クッシュー。皆さんこんにちは、加藤です。今回はヘズマ龍の新マネージャーの僕がですね、上ブログレペゼン地球柴田、そしてラファエルといったですね、まあ、人気 YouTuber 対策、ヘズマ龍の人気 YouTuber 対策について語っていきたいなと思います。で、初めに言っておきたいんですけど、僕はヘズマ龍の、新マネージャーになったわけではありません。あくまで新マネージャーになりたいなと思って動画を出しているものです。でね、さっきね、ジョーブログの動画が、アップされたんですよ。ヘズマとジョーブログのコラボ動画がアップされたんですけど、まあ、めっちゃ面白かったですねいやね、見ててね、いいなと思ったっすよ。で、なんだろうな、ジョーブログは以前渋谷のスクランブル交差点に、まあ、ベッドを置いて、まあ、炎上した、ね、人間じゃないですか。まあ、結構なバカですよね。なんで、まあ、ヘズマの気持ちも分かるというか、なんか全然ね、なんだろうな、違和感ないというか、昔から友達だったんじゃねえかみたいな感じがあってですね、すごく見てて面白かったです。で、ただちょっと怖いなと思ったのが、コメント欄を見るとですね、やらせやらせって書かれてるんですよ。で、このやらせやらせって書かれてるのが、なんだろうな、視聴者がネタで書いてるのか、もしくは本気で書いてるのかっていうところがちょっと気になるんですね。というのも、ジョーブログが無人島で、動画を撮ってたわけですけど、ヘズマは本人とね、ジョーブログ本人とやり取りして DM で、で、場所聞いてそこに、突撃していったわけじゃないですか。だから、やらせもクソもないというか、別に本人がいいよっていうか言ったから来ただけで、別にそのやらせの体でも何でもないと思うんだけど、なんかそれに対してやらせやらせって書いてる人がね、結構いたんですよ、コメント欄で言うとね。で、まあそれは柴田にね、ヘズマ龍がやらせって言われて切れてたんで、まあそれに関連してふざけて書いてることなのかもしれないし、なんだろうな、ネタなのか本気なのかちょっとよくわかんないんだけど、あれが本気で書かれてるんだとしたらちょっと怖いなというのがあって、というのもやっぱりヘズマ本人をね、やっぱり視聴者が煽って、で、危険なことをさせるのが一番怖いなと思うんですよ。というのも現在ヘズマ龍をね、止めるストッパーってのは、まあ警察に捕まったとはいえ、うまく機能しないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。というのも、頼人のね、動画にヘズマ龍がすぐ出たじゃないですか、出所してからね。で、その中で反省してね、もうクリーンな動画しか出しませんみたいなことを言ってるんだけど、柴田に対してはですね、奥さんと子供にもう一回突するみたいなことを言っててですね、で、なんて言うんだ、底辺 YouTuber を集めて組織化して、で、突撃させるみたいなね、まあ、ことを言ってるんですよ。でもその時点で結構やばいこと言ってるんだけど、より人もね、まあ、やめなよみたいな感じで言ってて、まあ、動画自体は別に問題ないと思うんだけど、動画自体はまあネタで言ってるかもしれないんだけど、ちょっと怖いなっていうのがあって、やっぱり視聴者、彼の視聴者は過激な動画を求めてて、で、彼も視聴、ヘズマ龍も過激な動画に、期待に応えたいということで、まあ、こういうことになってるんだと思うんだよね。だからやっぱりヘズマ龍に必要なのは新マネージャー、ね、俺みたいなやつがやった方がいいと思うんだけど、ただ今のとこね、難しいのかなと。ヘズマ本人は全然やめる気ないのかなっていう感じです。で、続いてレペゼン地球に関してですね、で、レペゼン地球といえばですね、以前ヘズマがですね、銀太に突撃して、で、結構つきまとってですね、本人がやめてくれと言ってるのにしつこくつきまとってですね、かなり炎上しましたよね。で、まあ、僕レペゼン地球大好きなんで、本当に、ね、かわいそうだなと思ったんですけど、なんかね、なんだっけ、無観客ライブにヘズマがなんか突撃するみたいなことをツイートしてたんですよ。で、
あのジョーブログの動画なんか見てれば分かると思うんですけど、あとはより人とかね、あのレペゼン地球とペズマって結構相性がいいと思うんだよね。両方ともむちゃくちゃじゃん。だからどうなんだろう、実際あのヘズマとレペゼン地球で結構嫌い合ってんのかもしんないけど、わかんない、どうなってるのかわかんないけど、あの件以降、銀太の件以降どうなってるのかわかんないけど、相性自体は悪くないと思うんだよね、うん、でただ例えばラファエルにはもうめちゃめちゃキレられてるわけじゃんね、もう裁判で訴えられてるっていう話なので、でラファエルとレペゼンは仲いいじゃん。だからレペゼンの方は、まあ、ラファエルがの顔を立てるじゃないけど、まあ、ラファエルがこういうことになってるからヘズマリュウとはあの絡まないっていう風に、まあ、する可能性の方が高いのかなと個人的には思ってます。なんだけど実際あのジョーブログの動画を見ても思ったけど、レペゼン地球とヘズマリュウは相性がいいと思う。あのもしコラボしたら絶対面白いと思います。だからさ、なんていうのかな、ラファエルとか柴田みたいな大人な YouTuber っていうのかな、まあ過激なこともやったりしたりはしてるけど、実はちゃんとしてる大人な YouTuber たちっていうのかな、とはあのヘズマリュウはね相性悪いと思います。というのもやっぱり限度がわからないんですよ、ヘズマリュウは。そういう大人な YouTuber ね、割と大きいスポンサーなんかと仕事を、企業とね仕事をしたりなんかするような大人相手のビジネスもできるような YouTuber ね、とはあの相性は悪いと思う。というのはやっぱりうまくこうそのどこまでやっていいかっていうラインが守れないんじゃないかなっていうのがあります。というのもやっぱりお互い性質が違うんです。大人相手の企業あの仕事ができるラファエルとか柴田はここまでやっていいみたいなライン、彼らが持ってるラインと、で例えばジョーブログとかあとはヘズマリュウとか、まあ、そこら辺のやつらが持ってるここまでは大丈夫だろうっていうラインが全然違うと思うんですよ。だからこれらの人たちはですね、まあ合わないんじゃないかなっていうのが正直なところです。なんでまあ無理にね絡む必要はないと思うんだけど、個人的にはね、だってねヘズマとジョーブログの動画また次なんか企画あるんだったら俺絶対見たいもんね。ね、例えばジョーブログとヘズマリュウがどっかの国に旅行に行く動画とか、まあやんないかもしれないけど俺見たいっすね。普通に面白いと思う。インド、ヘズマリュウとジョーブログがインドとか行ったら面白いと思うんですよ、例えばね。だから、そういうのは全然俺見たいなと思うんだけど、だけど、まあ、ラファエル、柴田とはもう絡まない方がいいし、当たり前の話だけど、犯罪だから、奥さんとか子供にね、突撃なんてのは絶対やめた方がいいと思います。うん。まあなんで、やっぱり、ヘズマリュウの新マネージャーの仕事っていうのは、この人とは絡んでもいいけど、この人とは絡まない方がいいっていうラインをちゃんと決めれることなのかなと思う。で、やらせやらせとか言ってる、あのネタなのか本気なのか分かんない書き込みをしてるような信者っていうのかな、みたいな人たちはもう切った方がいいと思うね。あ、そういう人たちに合わせてものを作ってると、何回刑務所に行かないといけないか分かんなくなっちゃうよ、ヘズマリュウが。ね、ヘズマリュウが捕まってる間に、ね、できなくなることってたくさんあるわけじゃないですか。だからそのファンを切らないといけないと思う。ある程度その過激なことばかりを要求してくるファンを切って、でヘズマリュウの本当 の良さが出るような動画を作らないといけないと。そうすれば普通にめっちゃ儲かると思うし、ね、人気 YouTuber、 さらに人気のある、まあ、今は人気はないのかな、ただただ目立ってるだけかもしれないけど、人気のある YouTuber になれると思うんですよ。で例えば朝倉未来みたいに、あの人はすごいよね。朝倉未来がそういう意味で言ったら最強かもしれないよね。だってテレビに出るような人気格闘家じゃん。なのに人気格闘家で、まあ、大きな仕事もやるような人なのに、ヘズマリュウとも相手できる。結局ね、朝倉未来が最強なのかなっていう感じはします、マジで。でまあ今後ね、どうなるかっていうところでいくと、ヘズマリュウがなんだ、ヒカルとか、あと東海オンエア、ね、あとはじめ社長、まあ、この辺りとどう絡んでいくのかっていうのが、まあ、気になるところですよね、 YouTube 見てる若いキッズたちの目線からいくと。でヒカルはね、まあヘズマリュウっていうのがまあ話題になって、でラファエルがまあ被害に遭って、
っていうのがあって、もうすでに対策は考えてると思うんですよ。で、まあ、うまくあしらうのか、もしくはもう徹底的に、やめてくださいみたいにするのかっていうところがね、まあ、対処方法だよね。で、あとはレプゼン地球もそうだし、あと東海オンエア、そしてはじめ社長か、このあたりはどう出るか分かんないですよね。だから向こうも、あ、今言った人たちも、まあ、本音を言えば絡みたくないのかもしれないけど、下手な対応しちゃうと自分たちのファンにね、の自分たちの人気は下がっちゃうから、そこの対応でね、まあ、協議はしてると思いますよ。変なやつが突撃したらどうすればいいかみたいな話は絶対してると思うんで、まあね、どうなるのかなっていう感じです。まあ、僕がヘズマリオの新マネージャーだったらもう突撃はさせませんよ。普通にするにしても、ある程度ジョーブログの時みたいに行ってもいいですかっていうのを聞いて、いいよって言ったら行く手でやればいいだけなんで、別にそれでも面白い動画撮れると思うし、やらせとかやらせじゃないとかじゃなくて普通にアポ取っていくんだから、別にそれでいいじゃんって感じ。メントスコーラさせに行くっていうね、わけわかんないやつがメントスコーラ させに行くっていうだけで面白いと思うんで、だからそれが面白くないっていう人は切っちゃえばいいと思うんだよ。それで普通に人気上がると思うからさ、うん、だし別にやらせじゃないしね、それは普通に最初から言ってるわけだから、うん、だからやらせじゃないとか言ってるやつらは、まあ、切っちゃって、で、まあ、人気ある YouTuber に絡むようにすれば、アポ取って絡みに行くようにすればいいんじゃないかなと僕は思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。クッシュー。